6月県議会は今日、総額およそ81億円の補正予算案を含む17議案を可決するなどし閉会しました。補正予算案ではエネルギー価格の高騰に苦しむ事業者などへの支援事業におよそ63億円を計上。また県独自の少子化対策として今年4月以降に生まれた子どもに対し定期預金の仕組みを使って現金10万円を給付する子育て応援定期預金におよそ13億円を計上しています。もうかなり実務的には整ってきているというふうに聞いておりますので、混乱のないようにですねスタートさせたいなというふうに思っています。子育て応援定期預金は今年秋の事業開始を予定しています。